秘宝、佐々木朗希さん、初回から辛そうな顔をしてしまう。熱いなって言ってる。かわよ。戦う男の顔ではないな。戦う顔してないな。中日だったら試合中でも強制送還で二軍行きやぞ。熱いな、アイス食べたい。ロッテ、高度な洗練やな。会いたいな、やぞ。胃液上がってくるときこんな顔になる。お腹痛そう。ハマスタでの朗希表情豊かすぎて好き。宮崎に打たれた時のあれで入るのかよみたいな顔わろ。朗希独り言多いよな。すぐ近くに涼しいドームあるのにな。メジャー行くときは寒い球団に行かないと。岩手の先輩おるし、ブルージェイズか。言うてこいついつも辛そうやんか。なんならドラフトから辛そうな顔してたからな。暑すぎてイニング間のキャッチボールもやらなかったもよ。実際暑かったからしゃあない。客死ぬから6月もデーゲームやめれ。空調効いて快適なはずの京セラですら2回くらいから汗だらだらですっぽ抜けた球投げたりしてるし不思議やわ。黒ユニやしな。辛そう。こっち向いた顔かわいい。顔に出るタイプだよな。